スマヨウツイタチ、スマヨウツイスマヨウ作、1907年、明治40年9月1日から2000年、平成12年3月30日は、日本の陸軍軍人、陸上自衛官、作曲家、指揮者、トロンボーン奏者。最終階級は、帝国陸軍では、陸軍軍学大員、陸寺では一等陸佐、石川県白院軍都議長、原志賀町出身、 別名は、赤石武雄、築地広し、七海富雄。戦前は、帝国陸軍において、軍学兵の道を歩み、南方軍軍学隊隊長として、太平洋戦争、大東亜戦争終戦を迎えた。戦後は、日本公共楽団、現、NHK 公共楽団のトロンボーン奏者を経て、警察予備隊総体総監部仮分検隊、保安隊音楽隊、 陸上自衛隊中央音楽隊の創設に尽力。これらの初代隊長を務め、また多くの自衛隊正式局を作曲した。1925年、大正14年、陸軍と山学校入校。同校を主席で卒業し、陸軍と山学校軍楽隊、トロンボーン奏者として従事。1942年、昭和17年7月、南方軍軍楽隊、隊長。 大沼明が編成され在、その一員として加わった。対面鉄道開通式などに参加の後、1944年、昭和19年9月24日に、在セレブス島の第二方面軍にて、第二方面軍軍学隊が、中止な派遣軍軍学隊の隊員を機関として計で、編成されると、その隊長に任ぜられた、第二方面軍軍,軍学隊長。しかし、 フィリピンのマニラに到着後の1945年、昭和20年1月13日に爆撃で負傷するフィリピン防衛戦。セレベス方面への交通が困難になり、また1944年10月18日に、大沼以下中心の南方軍軍学隊員29名、全員が戦死していたこともあり、キールン経由で南方軍総司令部のあるサイゴンに移動した。移動後、 1945年3月に、フランス領インドシナのフランス軍武装解除、民豪作戦の際には、フランス軍軍学隊の接収に従事。5月、第二方面軍軍学隊の一部と、ビルマ方面軍軍学隊が合同し、南方軍軍学隊が再建された際には、その副隊長、南方軍軍学隊副隊長、当時の隊長は、アリーナガオ、後にはその隊長、 南方軍軍学隊隊長となり、敗戦を迎えた。戦後、日本交響楽団、現 N 教のトロンボーン奏者、ソリストでもあったを経て、1951年、昭和26年に、警察予備隊の音楽隊たる、警察予備隊総体総監部仮分献隊、1952年、昭和27年に、保安隊音楽隊、1954年、 昭和29年に陸上自衛隊中央音楽隊と会消を創設、これらの初代隊長となる。陸自では中央音楽隊長として、大空、宿典ギャロップ、栄誉霊感符、光、旧正式、純越の符及び各種ラッパー符などを作曲。大空、宿典ギャロップは公式更新曲として、関越式、純越の符は、 自衛隊の正式儀礼局として、栄誉礼、各種ラッパフは、現在においても自衛隊で広く用いられている。1960年、昭和35年、ローマオリンピック視察団に加わり、ヨーロッパ各国の軍学隊を訪問。1961年、昭和36年11月に初来日した、フランスのギャルド・レピブリケーヌ吹奏楽団の客演指を務める。 1962年、昭和37年9月、陸上自衛隊を一等陸佐で退官し、武蔵野音楽大学の講師となる。1964年、昭和39年の東京オリンピックでは、音楽演出を担当、表彰式の国旗形容用に出場国の国歌を18秒ずつに、編曲した。2000年、平成12年3月30日、死去。 1951年4月、警察予備隊に音楽隊を設置することが決まり、警察予備隊自体は、前年1950年、昭和25年8月10日発足、音楽隊設置要項が決定されると同時にこの、学長として採用されたのが、ジエヌ教の奏者であった元陸軍軍楽隊スマヨー、1日であった。音楽隊員選考に関してはスマ自らが、 試験問題を作成し45名を採用、応募者599名中、同年6月2日に、警察予備隊総体総幹部仮分献隊、正式名称で、警察予備隊音楽隊が編成された。早くも2ヶ月後の8月10日には、流行歌手、伊藤久夫をゲストに迎え初の公式演奏会、創立1周年記念警察予備隊化発表会を、挙行、さらに9月5日からは、 全国各地をめぐる演奏ツアーを行った。なお、帝国陸軍の職業軍人たる、元現役将校であったマは、公職追放令が解除されるまでは、建前上は、講師という肩書きで制服ではなし服を着用し、音楽隊の指揮統率を行っている。1952年6月7日、音楽隊創設1周年記念音楽祭開催。本音楽祭では、 大空、スマ作曲が演奏されるとともに、これは後にも続く定期演奏会の第一回となった。同年8月10日の警察予備隊2周年、記念式典では、儀礼曲、栄誉礼、栄光及び、純越の府、スマ作曲を初発表。10月15日、警察予備隊は、保安隊へと改編。11月23日に、警察予備隊総体操幹部仮分検隊は、 保安隊音楽隊に解消。さらに1954年7月1日の自衛隊への改編に合わせ、9月10日に陸上自衛隊中央音楽隊が編成完結した。妻は引き続き保安隊音楽隊を経た陸上自衛隊中央音楽隊の初代隊長として1962年9月1日に一等陸差で離任、退官するまでこの職を務めている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。